沖縄県産娘のかなえです。今日はだいぶ前のメイクをやっていきたいと思います。もし今起きたよーっていう方いたらぜひ一緒にやってみてください。それではレッツゴー。今私の顔の状況は化粧水乳液保湿までは終わりました。今日は、ね、楽屋でやってるので化粧水とかを持ってきてなくてこれだけ持ってきました。ドクターシーラボの敏感肌用のクリームです。今日は重ためのテクスチャーで、すごい私乾燥肌なのでこれを塗ってからやろうかなと思って持ってきました。お家でもここまでは塗ったのでまた再度塗っていくよっていう感じです。わかるかな、若干赤いんだよね。日光アレルギーを持ってるので若干赤いです。めっちゃ赤いね今日。朝何もなくてもお昼とかに外に出ると赤くなっちゃいます。ということでお化粧する前にこれくらいの量を塗っていきます。あんまり摩擦しないように塗ってるけど、優しめに肘を動かすようにしていつも塗ってます。なんか手先だけでやるとめちゃめちゃ強くなっちゃうので肘を動かすようにしてます。やってみて強くやっちゃうよって人いたらやってみてください。6月にめちゃくちゃダイエットを頑張って2キロ痩せました。全然運動はできてなくて、トレーナーさんがよく9割食事1割運動みたいなこと言ってたんですけど、マジで間違ってなかった。本当に食事を気をつけたらめちゃめちゃ変わりましたね。しやすくなったというかスピードが速い、タイミングも良かったのかもしれない。生理後だったし、いろんなタイミングが重なってすごい痩せやすい時期だなって思ったので、夜は4時以降食べてなかったかも。4時に全部食べ終わって5時以降は食べてないですね、ここ3週間ぐらい。次これです。下地はラロッシュポゼの UV イデア使っていきます。みんな使ってる人たくさんいると思うんですけど、私はこれのピンクベージュバージョンを使っていきます。ほんと少しだけ、厚塗りとかしたらマジで肌終わる、超弱い。同じ人います、やばいんだけど。本当にスポンジとかも結構使うんだけど、毎日違うの使ったりしなきゃいけないから肌が弱すぎるので衛生面を考えて、今日はアルコール消毒した手で塗ってます。手の方がいい気がする。最近崩れないのはスポンジとかで塗った方がいいかもだけど、割とめちゃめちゃ薄付きなのでこんな感じ、これぐらい。メイク道具も好きなものを使えないっていう、めちゃめちゃ敏感肌なので、おい、下地塗り終わりました。こんな感じ。私は結構ハイライトとかツヤ系が好きなんだけど、めちゃめちゃ強い化粧品を使えないのでベースの下にこういうクリームを、重たすぎず軽すぎずみたいなみずみずしい感じのものを使ってやってあげたら、仕込みがてら保湿もしながらっていうイメージでツヤを仕込んでいくっていうのでいつもやっています。これはメイクさんから習いました。高原堂のファンデーション、これも使います。これねめっちゃいいんですよ。8時間ぐらい現場で全然崩れない。いろんなメイクさんがこれ使ってるんだけど、ドラマの女優さんとか長い現場に出る時にも使ってるみたいです。これ仕込んでいきます。私がすごい気をつけてるのはこの辺にはもう塗らない、この辺とかちょっと赤みがあるところに、顔の外には塗らずこう内側だけに塗るみたいな、クマのところとか今からアイシャドウをのせる部分とか、おでこもこの際のところには塗らないみたいな、めちゃめちゃ薄付きです。ここまで来たらアイシャドウいきます。ウォン・ジョンヨから出てるアイシャドウです。ブラッサムコーラル使っていきます。結構使ってるのでこんな感じ。これとリエンダビューティーパレットリエンダ06番スーパークリングローズ、めっちゃ可愛い、キラキラです。これこれとこれではもうピンクメイク完結しちゃいます。この部分ですね、この部分を全体に塗っていきます。この辺、最初ら辺はもう手でやっちゃいます。骨格をなぞるみたいな、骨格より上にはあんまりいかないように自分の骨格を探しながら塗る感じ、わかるかな。ここにはいかないみたいな、骨格をなぞりながらこういう感じで、ここもわかる、骨格があるの、こういう風に下を塗っていきます。でここからブラシの登場です。こういう感じのブラシでやっていきます。パレットのここね、これを取って、私の場合はこの二重のラインを目を開けながら二重の線に沿って塗っていく感じ。目を開けながらやることで二重のこの強調にもなるし、厚塗りにならない、変なところに。次はこのパレット、本当にちょっとだけこのまつげの際からぼかしていく。これも本当にちょっと
とだけのせるみたいなイメージ。この目尻らへんにね、グラデーションっぽくなったの分かりますか？で、次はここちょっとだけここの涙袋の部分に入れます。普段はもう骨格と影でメイクしていく感じ。こうやって見た時にばっくりした時に出るこの涙袋のところを狙って、この黒目のこの辺ぐらいまで入れてあげます。今入れました。ちょっとわかる、この辺で。今からここの部分に色をのせます。これとここのピンクを混ぜて、この部分です。影で探して黒目より3分の1外のところに内側に入れるように。どうでしょう、ちょっとピンクっぽくなりました。これでちょっと色を入れてあげて、こういう感じになりました。で、そしたらこことここちょっと似てるので、この辺混ぜて、結構綺麗なキラキラ、このキラキラしたものを黒目の上のこのまぶたにのせます。キラキラ、やっぱリエンダだな。リエンダのこれがいい。ここにかわいい。アイシャドウはもう大雑把にこんな感じです。で、その後にやることはまたまた涙袋を作っていきます。このペンマジみんな買って、キャンメイクのアイバッグコンシーラー03番、これめっちゃリピートしまくってる。さっきみたいにこうやって笑った時にこうプクってなるところをより強調させるっていう気持ちで、この辺ここね、ここに描いていきます。ほらわかる？で、笑ったらここにちょっと出てくれる感じ。この辺から入れちゃってますね、これで。黒目のこの辺まで。で、そしたら眉毛はアートメイクしてるので、自眉は全部こう生えてて、ここの隙間をちょっと埋めてもらってる感じなので、もうちょい足したいなっていう時にはこのペンシル使ってます。 K パレット04番、ラスティング2ウェイアイブロウリキッド。ペンシルが一番いい気がするんだよね。一番描きやすいよね、眉尻とかは。こういう本当に隙間とか、こことここの流れを平行にしたいので、こういうところだけちょっと埋める感じ。若干生え方が違って、ここの方が山が高いので、ここがないの。私ここはあるけど、ここがないで、ここもない。描くときは結構左側だけ足す感じ、ここの形に合わせてペンで描いてます。こんな感じです。自分にしかわからない差なんですけど、ここで描き足しました。こんな感じです。とまつげをまつげパーマで結構がっつり上げてもらってるので、私の顔をやりすぎるとすごいうるさくなっちゃうから、でマスカラは全然今のところこだわりはなくて、ランコムのこのマスカラを本当にちょっとだけ、根元にはつけず軽い印象を持たしたいので毛先にだけつけます。この中間から毛先だけ。このまつげを上げる作業が毎朝めんどくさいので、まつげパーマは絶対に塗ります。毎月で下まつげも塗ります。下まつげは結構がっつりついてる方が好きなので、こんな感じになりました。で、そしたらライトがバッて当たるから、目元を重すぎずグリッター的なキラキラしたものを混ぜていきたいので、ボリカ美容液ラメライナー202番です。これ本当にちょっとだけこのまつげのここだけに入れていきます。キラキラになりました。で、そしたらハイライト、これ限定になったんだけどあるかな、今シャネルのフェイスパウダーデュオプードル、これを使っていきます。これめっちゃ可愛くてピンクメイクとかにめちゃくちゃ合う。これの真ん中をこう取って、全部は塗らずここを飛ばしてここだけ塗っていきます。ここと、あ、ほらこの辺だなと思ったらこの辺に、これがね多分一番わかりやすいと思う。うん、OK。私はいつもこことここだけ仕込んでます。で、そしたらディオールのフェイスグロウパレット、これのここを取って、見てて、このここに塗るんではなく、首と顔のこの境目、こういう隠したいところ影になってほしいから、ここの部分に入れていきます。こういう部分逆に下に入れていくっていう最近好きな入れ方、こんな感じで、まあ、これほんと肌が状態によってなんですけど、私は多分自分はイエベだと思ってて、オレンジのコーラル系をちょっと取って、こういう目の下にちょっとだけチラッとこういう風に入れます。
で、私はノーズシャドウとかを入れたいんですけど、もともと顔が濃ゆいからすごく濃ゆく映っちゃうので、だけど立体的に見せたいっていう時はノーズシャドウを使わずに、こういうチークをここと同じ色をここに入れていく。ってほんとこれだけで鼻が高く見える。最近は眉尻にだけキャンメイクのスリムリキッドアイライナー、これで目尻だけ、この部分ねだけ引いていきます。こんな感じです。普段から眉毛脱色してるんですけど気になるので、これです。デジャブアイブロウカラー2番、ナチュラルブラウン。これめちゃめちゃ毛が細くて、これぐらい細い。これをちょっと気になるところに塗っていきます。これもこう地肌につけるんじゃなくて、めちゃめちゃ手を浮かせて毛だけを狙ってやる。ちょっとわかるかなっていう感じです。リップだけ仕込みます。ジョンマスターのリップ、ペパーミント、これを塗っていきます。うん、はい、それでは頭をやっていきます。今日はポニーテールでやりたいと思います。この辺からもう分け目がもう埋まっちゃってるので、これをちょっと下ろしたいので濡らしていきます。スーパーサイヤ人見ればいいけど、ここだけをドライヤーしていきます。普段オールバックしかしないから、この辺がね、もう跡ついちゃってる。前に抜かせるようにドライヤーでやっていきます。こんな感じ。そして手に大量にワックスをつけていきます。プロダクトのヘアワックスを、これをあえてこれぐらい、いや、もっと仕込んでもいいぐらいかも。これをふわーっと髪にこう全体的につけて、前髪残しといて、これを浮かせながらこうこういう感じでやっていきます。フレッシュな印象をつけたいので、今日は耳よりも斜め上の方にやりたいと思います。で、結ぶ時も地肌に近くから結んじゃうと抜け感が出ないので、若干こう浮かせながら遠いところで結ぶみたいな、根元よりちょっと遠くで、その後に軽くこうやれば引き出さなくてもなんかいい感じにこの辺が出てくれて好きです。こういう感じ、はい、後ろはこういう感じにしました。その後前髪ね、前髪はここのちょっと遅れ毛も出したいので、この部分、これちょっとしたこれが本当に大事で抜け感が出ると思っている。前髪はちっちゃいアイロンを使っていきます。可愛い感じに持っていかず、綺麗めな感じのポニーテールにしたいので、前髪もちょっと割とまっすぐに入れるようにしてます。で、抜くみたいな。前髪これだけでいいかな、ほんとこれだけ残して、あとは逆に外に持っていこうかな。これを根元から伸ばしてウェーブにします。ウェーブにして、ここも今ウェーブになりました。こことここの流れが一緒になってほしいので、大きめのものを 32mm 使います。さっきのウェーブのところとなじませる。すごいね、いつもやけどみたいな感じ。そしたら少量の取って根元からこういう風にいちゃいます。こんな感じです。毛先のこのバラつきも気になるので、ここだけ内側に巻いていきます。こんな感じで口に入れました。で、またここもワックスを取って全体的にウェッティーに仕上げました。で、このゴムを隠したいので、この中から短い毛をこうちょっとだけ探して巻きながら髪に巻いて、で、また黒いゴムに埋めるっていう、短い髪を取って巻く、で、また黒いゴムに入れる。こんな感じです。そしてスタイリング剤もこだわりはなく、多分お父さんの実家から取ってきました。これを全体的に軽めに、いい感じじゃない。今日のリップどうしよう、一応アートメイクしてて、リップはティルティルの07番使っていきます、ね、めっちゃ可愛いこの色、このトゥルン感がいいですよね。はい、いいんじゃないでしょうか。完成。
はい、今日はライブ前のメイクとヘアを紹介させていただきました。ぜひぜひ一緒に同じポニーテールとかやってみてください。それでは今日のライブも行ってきます。皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバイ、また。